こに行きますよ息子ですか息子はね、33です2月26日ね、222事件ですね2なんだっけ、222事件だっけいや、あれね、忘れちゃった、ほらあれ、日が当たってたね、いくらかあら、あ、スムーピーちゃんありがとう、風船 5個ありがとうございます。ありがとうございます。うるせありがとうございます。穴だらけなのよ。このここ穴のね。買った時から穴だらけなの、うん、うん。アラブの石油王様聞いてくださいよ。アラブの石油王様しつけ私できなかったのよ。お仕事ばっかりしてて、うちのじいちゃんばあちゃんがね。あの育ってこなんですよ。 母親父親がね「私しつけ全然で,できなかったです」うん、ねおはあの一生懸命働いたからしつけはできなかったんですよ夜遅くまで働いてねこの子と遊んでやったこともあまりないんですけどね私はね、うん、じいちゃんばあちゃんが可愛がりすぎてねでもね学校の通勤表にねうちの父親が書いたことあります。 学校から帰ってくるといつもゲー,ムをゲーム機をみんな放り出して片付けのできない子で本当に困ったもんですってうちの父親がね通信表に書いて「先生ご指導お願いします」って書いたのを見ましただから昔からそういう子なんじゃないんでしょうかねそういうのを見て,見てあのおじいちゃんちゃんとしてましたからねうちの父親はねうん。 そうなんですよ石油王さんありがとうございますアラブの石油王さんすごいわね出てるわよアラブの石油王さんねすごいわよねまあ 1, 1と二 2, 2が多かったわよね違う私は多かったわよね私いいわよね4だよね5はなかったけどさ4がいっぱいあったわよね見せたわよね 国語読んよね。数学読んよね。社会社読んよね。英語読んよね。体育が2よね、私。体育嫌いなのよ。立ちん坊してたから。いつもそうなのよ。バスケットやっててさ、あの嫌いなの。運動会なんて大嫌いだった。だから。運動会嫌いよ。私一番嫌い。でもね、運動会の時ね、うちの父親はね、すごいね、器用だったんですよ。それでね、 私にねあのブルマ貧乏だったからねブルマ買,買えなかったのかなうんよく覚えてすごいってああありがとうございます養女さんあのねブルマをねうちの父親が縫ってくれたのよあの洋裁行ってたのよね煮運びやってたのできたものをね東京にね御徒町に運んでたんですよあの東京スタイルっていうとこにね で、生地を持ってっておじいちゃんがね私にブルバン塗ってくれてねそれを履いてね運動会出ました私忘れないんですよ小さい時のこともすごい記憶力はいいんですよねだからね妹なんかにたまに言うと「こんなんの姉ちゃん覚えてねえよいちいち」なんで妹は言いますけどねうんあ学生時代モテない。 私やすあのね、あのあのれいじめられたよく、いじめにあった、うん、あのねなぜかというと、あ打ち気だったの、打ち気、しゃべることもできない、歌うこともできない、打ち気な子だったのね、ほんでね、学校帰りね、裏道を通ってくるとね、あのいじめられる、ほんとね、いじめっ子ってわかるのよ、あのいつもいじめる人は同じだからね。 で表通れっていじめられたから今度は裏道通ったんですよ。そた今度は裏口でね待ち伏せされてねかわいそうだったのよ私。それからね私はねあれなのこれじゃダメだなと思ってねあれなのよ。もうであの、ね、旅館業行ってからこうやって話もできるし歌も歌うしああこれはいい勉強になったなってそう思います。 今はね、うん、だからね何でもねあれなのねあの挨拶とかあの行事が回ってきてもね挨拶もちゃんとできるし自分の頭でおじいちゃんおばあちゃん亡く,な亡くなった時も自分でマイクで挨拶しましたけどね、うん、そうにあのやっぱりね社会勉強になりますねやっぱりねうん。あ さん、昔からは歌は上手だったのいや歌はね大好きでねあのあれなんですよ結構ねあの、あれ出てるんですよのど自慢にねうんあのあれなんだのど自慢出てるんですよ私結構ねうん何梅の実さんが閲覧が多いかと思ったらよしえさんだったんだってどういうかねこれよしえさん ああ調整会行きましょうよってあ,ありがとうございます宝くじ買わないんですかってあ,あいっちゃん私ね宝くじってねあんまり買わないのよあのね私ねあ夢を追わないのよあんまり実あの実際追うのよねいつもね夢を追わないのそれはねなね あの何分のいくつとかねうんと確,あ確率は低いけど億万長者になれるその可能性はありますけど私はねあんまり夢を追わないのよね現実を追うんですよ宝くじをね3,000円買って300円よりもねその3,000円を大, 3, を大切にする女なんですよその現実を追うんですね私は夢を追わないから宝くじ買ったことを ないですねあんまりねないよね私現実を追ってるもんねいつもねそうだよねだってさ宝くじって確率低いでしょそれは億万長者になるそれは夢はあるけどでもね確率宝くじよりも配信業の方が億,億万長者になるって高いよそうかね 宝くじ確確率低いからね。私現実を言いますよ。三千でも大金ですよんた。ねあご飯買いますよライスが。ありがとうございます。ボーナスゲット。ありがとうございます。チョコありがとうございます。抹茶が揃いました。抹茶があありがとうございます。K.P. ありがとうございます。あ抹茶美味しいですよね。<laughs> 私京都で抹茶買ってんですけどね。いつもね。 抹茶はいっぱい持ってんですけどね。あのね。仕事ああ、チョコありがとうございます。それでね。私はね。仕事をね。辞めたらね。抹茶をね。自分で立てて飲む。そんだけのゆとりが欲しかったんですよ。働いてずっと働いてきたからね。仕事を辞めたら抹茶でも立ててそのゆとりが欲しいんだけど、やっぱりやめればやめた。で、こんな足になっちゃうもん。 あ <laughs> なっちゃっちゃう,うちの子とノロ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 やってるから抹茶立てて飲む時間ってあんまりないですねだから抹茶碗だけはねいっぱい京都から買ってね10個以上揃ってるんですけどでもね立てて飲まなくてもねあ,<ら>あ、カズリンちゃん,りんありがとうございますハートありがとうございますヨシエさん可愛い,いってありがとうございますもうだからね抹茶を立てて飲む,飲む暇ないから でも自分の好きな器を見てね暮らすってことは気持ちいいもんですね。でも年とともにね体が弱ってきますので今ね去年だかな去年その前,前の年かあの私ね一番初めほらこれやったの去年じゃないよねその前だよね。わっちやったの。<が>去年じゃないその前からやってんだよね、うん、その前ね。 あのののねれん買ってね竹あの幅直してあるんですけどもう年がねいっちゃっておごとでのれんを掛け替える元気ないんですよもうだから今度は趣味もい趣味もできなくなったかと思ってねやっぱり今ね椿がいいですよねのれんねっのれん買ったんだけどさ信号、うん、もう2年島いっぱいで作って。 だから、そういう年になっちゃうのよね。うん。何これ。あ、ありがとうございます。笑う、ありがとう。筆。